皆様、私丸竹、ついに顔だの前に MSI さんからグラフィックスカードの案件をいただいたので紹介していくぜ。 GeForce RTX4060Ti ゲーミング X。 映像出力はディスプレイポート3つに HDMI が1つだということで、早速元のを外して取り付けていく。私、案件いただく以前から MSI さんのグラフィックスカード、今回紹介するものの上位版にあたります RTX4090 Supreme Liquid X という水冷のモデルを使わせていただいているんですが、 MSI さんのグラフィックスカードを使い始めてからですね、なんと私、ありとあらゆるゲームタイトルの世界大会で一度も負けたことがないと、そもそも出たことがない。取り付けるとこんな感じですね。かっこいいですね。やっぱり MSI さんのグラフィックスカードはですね、見た目がかっこいいんですね。やりすぎということもなく、ちょうどいいバランスで、もはやおしゃれなインテリアではないかと錯覚してしまうぐらいです。まるでゴミ溜めのようだった私の部屋も、これを一つ置くだけでおしゃれなデザイナーズハウスに早変わりです。ここまで見ていただいた皆様、大変長らくお待たせいたしました。ここで本動画タイトルの回収をさせていただきたく存じます。ふん、騙されたな、まだだよ。実際にこのグラフィックスカードを使ってゲームをプレイしてみよう。超快適だ、まるで空を飛んでるかのようだぜ。俺は最強だ。一瞬で終わらせてやったぜ。いやー、一瞬で終わっちゃったね、本当に。いや、俺がゲーム下手くそとかじゃなくて、全然俺がゲームが下手くそとかではなくて、全然、うん。このグラボの性能がほんとすごくて、うん、ぬるぬるしてて、うん、ぬるぬるし間にゲーム終わっちゃったっていうか、本当に。冷却性能とかすごくて、本当に。うん、マジ。しかも静からしいんだよね。なんか本当にだから、ぬる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 ゲーム動いてるうちになんか一瞬で終わっちゃったっていう。グラボがすごいがゆえに一瞬で終わってしまったという。俺がゲーム下手とかではないんだよね、これ。下手とかではない。冗談はさておき、ゲームを起動して高負荷な感じで遊んでみたから、左上のフレームレートをみんなと一緒にチェックしてみよう。今回のテストで遊んだのは振り向き 32m 振り向き勝ち抜きトーナメントだ。俺の右腕にもグラフィックスカードにも2つの意味で高負荷な最高に楽しいゲームだ。それじゃあ試していくぜ、レッツゴー。やったれやったれ、やったれ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 、止まれ、レディー、いける、いける、よーい、スタート。いや、はいよ、なるたけおかしいぞ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 、すごい、神田高すぎるんじゃないのか、神田高すぎるんじゃないのか、やっせー、これは神田高すぎるんじゃないのか、これ感度高いっすね。これやってますよ。じゃあ行きます。よーい、ドン。はい。ドドドド。早い早い。すでに90度回転してます。はいはいはい。タイス切るぞ。おい、いい勝負いい勝負。だからマシン高めリードしている。マルタケリードしている。マルタケ残り90度。動け、俺の人生は春る時々終われ、いいね、いい人生だ。鳥人間コンテスト来た、鳥人間コンテスト来た、負けた。オッケー、よーい、スタート。おお、ここまで見てくれたみんな、本当にありがとう。最後に尺が余ったので、
高負荷なアビリティ使用回数無限のバロラントカスタムマッチを一緒に観戦してみよう。なるほど、相場4人ですね。これはな、どういった構成なんでしょうか。なんか相場4人に対してブルーチーム、まあディフェンス側チームは、ブリーチ2、ブリムストーン1、あーアルティメットでひたすらキルを狙っていく構成。しかしこれ味方にも誤爆しているようにも見えますね。なのでリーコンで索敵を入れつつ、おーっと1キル発生。さすがに相場のこのプレッシャーに耐えきれないか。 B 進行ですね。これゆっくりゆっくりアルティメットで索敵しつつ B 進行していますね。これこのままスパイク設置するんじゃないでしょうか。おびただしい数のスキルですね本当にアルティメットこれ炸裂しますが、これそうですね、スパイク設置を阻止できなかったの、これなかなか厳しいところではありますが、さあB サイト取り返しに来ますが、これ炸裂する無限政治壁さあどうやって取り返すのか。ディフェンス側チーム相馬のアルティメットが、炸裂して徐々に数を減らされていく。残すはただ一人ブリムストーンのみとなりました。ここでアタックチームの勝利です。そうですね、先ほどの成功体験を得てでしょうか。攻め側チーム、相場5人になりましたね。政治がいなくなって相場が5人になったという形です。でですね、ディフェンス側チーム政治2に増えました。これはどういった作戦をしてくるんでしょうか。ブリムストーンかなり前に出ていますが、索敵入りまして、おーっとこれは厳しいか。一度当たってしまうと、そうです、一度当たってしまうとなかなかこの抜け出せないって、敵にも移ってしまいますからね、位置が。おっと、ここで設置入りました。設置を阻止することができるのか。おっと、止まらないですね。相場作戦、これ無敵でしょうか。これ抜け出すことできるのか、ディフェンダーチーム。どういうの対応するのか、とても楽しみですね、これ。なんでしょうか、これ。攻め側の、サウンドセンサーの数たるや、おびただしい数のサウンドセンサーが、A ロングの方に敷かれています。さあこれラークということでしょうか。デッドロックが一生罠を敷いています。マップ中を支柱に収めるまで止まらないのではないかといった形で、一生、おーっとディフェンダーチームなんということでしょうか。アタック側チームの、相場作戦に対しての結論が、スカイのアルティメット連打攻撃。さあこれで、いつでも位置はつかめてるぞと。一生、あーなるほど。しかもそれに合わせて相場の、アルティメットで、畳みかけるといった形でしょうか。徐々に、アタックチーム HP を減らしていきます。おーっと、しかしここでデッドロックの術中にはまったか。おっと、政治がアルティメットで起こしました。あーディフェンス側チーム数を減らしましたが、しっかりとリカバリーしていく。収集のつかないマッチになっております、今。素晴らしい。おーっと、ここでブリムストーンのアルティメットが設置を止めるかと思いきや、設置通っていますね。これ素晴らしいですね。まあ、捨て身でもね。さあ、ここで徐々に数を減らしました。アタック側チーム、回のアルティメットに追われつつ、オーズム返していきます。しかし、起こされるディフェンス側チーム、なんというファインプレイでしょうか。ここでスカイのアルティメットがじわじわと追い詰めて、相場のアルティメットで畳みかける。5対1。しかし、解除が間に合うか。間に合った政治素晴らしいファインプレイです。見事に相場の作戦返してきました、ディフェンダーチーム。アタックチーム、これに対してどのような対応を取るのか。おっと、構成に夜が入ってきました。両方とも夜が入ってきましたね。これ何でしょうか。先ほどと変わらずスカイが、アルティメットの連打と。おっと、デコイ連発。そしてエントリーできないぞと、鉄壁の壁だと言わんばかりのこのアイスウォールで止めているエントリー。アタック側チームどうするのか。アタック側チームなすすべなしといったところで、おっと、アイソで 1v1 で攻めていく。さあ捕まえたのはスカイ。倒したらでかいが、うわーっと、ここは打ち合いで負けてしまう。ディフェンダーチーム、ワンピックを一人一人で取っていきます。その中でアタックチームしっかりと設置通していく。アルティメット避けまして、おっと、これはグロい、これはグロいです。このスキルを耐え切って、エース取ることができるのか。
相当厳しいんじゃないでしょうか、この状況。やめてくれと叫びが、心の中の叫びが聞こえてくるようです。ディフェンダーチームしっかりと返していきました。フレームレートものすごく安定しています。300から400、まあ、スキルがいっぱい多いところでは200から、まあ、100いくつ140は割らない程度でしょうかねぐらいで安定しています。素晴らしいです。アタック側チームアイソ4人という、これはおそらくですが、スキルの避けてですね、アイソでワンピックを狙いに行く動きでしょうか。それに対して、ディフェンダーチーム警戒する、少し低めの動き、そしてしっかりアルティメットで、居場所を潰していく。さあ、ゆっくりゆっくり勝負を仕掛けていますが、なかなか引っかからない。さあ、捕まえることができるのか。スカイ、リスポーン地点で一アルティメットを打つことによって敵の位置を正確に把握しています。ディフェンダーチームなかなか憎いですね。一人ずつ一人ずつ削っていきます。おーっと今一人引っかかった。誰だ、誰が引っかかった。ブリムストーンです。これ勝つことができる。ブリムストーンスカイですね、間違えました。おーこれなかなか、おー持っていた。さあここから 1v1、 一人ずつ削ってなんとか勝ちえきない。アタッカーチーム対策を重ねますが、なかなかディフェンダーチームの鉄壁の守りに突き破ることができない。さあこの第7ラウンド対応してきた、ディフェンダーチームに対してどのようにして攻めを通すか。ちょっとアイソの数が減りましたね。で、政治でリカバリーしていく、スタイルでしょうか。これクリアリングしていく、アイソのアルティメットでじわじわとクリアリングしていく。早くも A メイン取れました。しかしここで来ます、カイの集団。これ防ぎ切ることができるのか。壊しながらもじわじわと食らってしまいます。やはりスカイのアルティメットはスカイのアルティメットで返すしかないのか。しかし、じわじわと捕まえることができていませんね。これ完全にディフェンダーチーム後ろに引きっています。ディフェンダーチーム完全に後ろに引きってアルティメットでサイト中を潰す動き、設置なかなか厳しいんではないでしょうか。スパイク設置しきることに成功しています。しかしこのアルティメットなかなか潰すことができない。いやー攻め側の発想なかなか悪くないんですが、それに対して対応するディフェンダーチームの力がすごい。一度設置しきるところまでは成功するんですが、その後がなかなか倒しきれない。一度設置してしまえば、解除阻止だけで済みますから、攻め側もなかなかチャンスがあるように思いますが、なかなか攻めあぐねているようです。それまでに数が減ってしまうっていうところをどう克服するかというところにかかっていると思いますね。これ攻め側、一気に B メインラッシュしていきます。ここで夜のデコイ攻撃、そして返されるのは攻め側でも入ってきました。スカイのアルティメット 3v4、 どのようにしてここから挽回していくのか。無限に空を飛ぶジェット、しかしここにもスカイの魔の手が迫っている。どんなに空を飛び続けても、どんなにジャンプしてもスカイに視界を奪われてしまう。おーっと素晴らしいエイムだ。エイムで返していくんだと。しかし無限に視界を奪われてしまう。さあ俺は空を飛べるんだ、空を飛べるんだから、俺はまだここでは死ねないんだ。そのような心の声が、心の中の声が聞こえてくるようですが、なあどう頑張ってもスカイのアルティメットを避けることができない。おーここでしかしヘイトを買っている、ジェットがヘイトを買っている最中にアタッカーチームしっかりとじわじわ数を減らしてきました。あ、残り1人設置も仕切っています。これはさすがに解除しきること厳しいか。スカイは、どんどんマップの隅に追いやられていきます。しっかりと思考を重ねて取ってきました。このラウンドここからどうなってしまうのか。あ、やはり無限に空を飛んでいるジェット。俺がヘイトを買う、そのうちにみんな倒せ、俺がヘイトを買うからみんな倒すんだ、そういう動きでしょうか。上からスナイパーですかね、これ。上からどんどん狙って撃ち抜いていく。おーっと奇想天外、この発想。地上をウルトで狙われるなら地上を歩かなければいいじゃないか、上から狙い撃てばいいじゃないか。天才の発想です、まさに天才の発想。取ってきましたね。そのようなことじゃない。おーっと、どんどん捕獲されていく。お前たちの居場所はねえぞと言わんばかりに、次々とディフェンダーサイド、デッドロックの魔の手が迫り来る。逃げるな、卑怯者。
逃げるな卑怯者、さながら某大ヒットアニメ映画の名シーンを見ているかのようです。ここでアタッカーサイド夜じわじわと距離を詰めてデッドロックと一騎打ち、どちらが取るのか、軍配はデッドロックに上がりました。夜 VS レイズ、設置しきることができるのか、ここで夜アルティメット。しかしレイズ、ここで設置フェイクしつつ、逆サイドに逃げるんでしょうか。来た、アルティメット、しかしテレポートで逃げている。おっと、とんでもない起点の効かせ方。しかしここで設置しきることができるのか。止まった、自分のブラストバックで止まってしまいました。このジェット、おそらくですけどラウンド始まってからマップの土を踏むことが一切ないんでしょうね。一生空を飛んでいます。しかしお前のこと上から見ているぞと、スナイパーが狙っているぞと。おっと、しかし屋根のあるところに逃げる逃げる、サイファー逃げる、おーっと返した。あ、やはりこれアルティメットの構えでしょうか。絶対に A 入れさせないぞという意気込みを感じますね彼からは。さあアルティメット、連続のアルティメット、しかし大量のデコイが A ロングを襲います。来ました。そしてアルティメット食らわないまま夜がアルティメットで CT まで突っ込んでブリムストーンの位置を報告。おっとこれで相場のアルティメットが刺さる、さあ避け切ることができるのか。しかしその針に糸を通すようにしっかりと避けてアルティメットで A 面を制圧していきます。なんということでしょうかこのブリムストーン、すごい素晴らしい。やはり固定されてきましたねアタッカーサイド。なんだこの数のスティムビーコンは、どういった意図でしょうか。ものすごい数のスティムビーコンでフィールドを構築していますブリムストーン、さながら俺のバトルフィールドといったところでしょうか。このスティムビーコンの上で負けることないぞ。おー、しかしここで夜が後ろからしっかりと潰していく。なんということでしょうか、ディフェンダーサイド一気に全員夜になりました。なんということでしょうか、これどういうことでしょうか。夜のすごいことになってます。ここすごいこと、さながらドラゴンボールといったところでしょうか。ものすごい数のスキルとものすごい数の銃弾で、もうな、わけがわからないですねこれ。意味がわからないバトルが繰り広げられていますが、徐々に夜数減らしていきます。ディフェンダーチーム徐々に数を減らしていきます。さあこのまま勝ち切ることができるのかアタッカーサイド。しかし夜がまだ残っている。スカイのアルティメットが居場所をじわじわと奪っていく。さあここで最後の2人しばかれていきました。アタッカーサイド頭脳プレイです。おっと、どういうことでしょうか。アタッカーチームにどんどん G が流れていきます。おお、裏切りです。12対7。最終ラウンドを前にしてどんどんと裏切りが発生しています。さあ1、2、3、4、5、6、7、8、8対2。それでも俺はディフェンダーを裏切らない。夜2人組ですが8対2という人数差にはさすがにかなわない、さすがにかなわない。さあじわじわと削られていく。しかし1人帰ってきた。おーっと、しばかれてしまう。よー、これはで、しかし設置成功しています。 A 設置しきっているのでまだまだワンチャンスあります。まだまだワンチャンス。おー会場やむなく GG です。